雪の頃里を離れてあれから二つほど季節が過ぎました。元気ですか？こちらは無事に生きてます。駅を出るとき紙袋には断ち切れんばかりの野心や夢や希望を詰め込んで恥ずかしいくらい気を負ってました。都会は人が言うほどに怖いところだと思わない。時々電車の窓に映る疲れた自分に驚いて、案外都会の魔物の正体はきっとそんなものです。忙しごっこでなかなか休みも言い出しにくくって、帰れないでいます。そうだありがとう。昨日小包がつきました。優しすぎるから時折自分がふと相手にされてないって気がしたり、もちろん甘えだとわかっています。実は一度だけ自分に疲れてあの改札口まで帰ったことがあるけれど、その日忘れ雪に引き止められて、辛いことは書きません、なすぎゆくことですから、時々具合の悪い時に少し不安になるくらい、毎日魔物を笑わせるために元気出して私は自信もついてきましたから、必ず胸を張って帰ります。きっと初雪